パクミニョン、パクソジュンとの熱愛説をきっぱり否定、疑惑の SNS 写真にも言及、あれは、写真イコール NAMOO アーク。TORS 女優パクミニョンがドラマ、キム秘書がなぜそうか、で共演した相手役パクソジュンとの熱愛説を強く否定した。パクミニョンは最近、ソウル江南、カンナム、クロンスズリホラ、ノンヒョンドンのカフェで行われたテレビ N 水着ドラマ、キム秘書がなぜそうか、放送終了インタビューで、熱愛説のせいでドラマの進化が埋もれたのではないかと思って気が重い。申し訳ないとしか言いようがない、と口を開いた。彼女は、周囲の人は私のせいじゃないと言ってくれたけど、もし私がそういう噂の材料を提供してしまったのであれば、私のミスかもしれないと思った。はっきりと、違う、と否定しても、ドラマに影響を及ぼした点で、申し訳ない。私が間違っていたかどうかに関係なく、熱愛説がすべての記事のヘッドラインに出て本当に申し訳なかった。実は、本当に申し訳ない気持ちで夜も眠れなかった。ハプニングだと思い過ごそうとしたけれど、何度も記事が出て話題になるから、私の方から釈明しなきゃと思った。とし、熱愛説を否定した理由を説明した。特にパクミニョンは、熱愛説は事実ではない、とはっきりと明らかにし、ネット上で噂されている、インスタグラムの、証拠も絶対に違う。海外旅行は母と一緒に行ったもので、出入国の記録も確実にお見せできる。愛犬のビションフリーゼはそんなに珍しい犬種ではない。私は、レオン、と、シンバ、の語源が同じことも今回初めて知った。問題になったスニーカーは、スタッフもよく履くものだ。だとすれば、私とスタッフも付き合っている関係になるのか。しかも私と同じカラーを履いている。バレンシアガ、バレンシアガ、の帽子の場合、本当に人気の商品で、カラー別に、複数、持っている、と、自身に対するデマについて詳しく説明した。彼女は、私がこのようにはっきりとお話しする理由は、ドラマに参加した方々に迷惑をかけたくないためだ。ドラマの話題性が良くてみんな喜んだけれど、そんな雰囲気に水を差したような気がして、早く、熱愛説に対する関心が、収まってほしいと願っているばかりだ。どうせなら、ドラマ終了直後ではなく、何日かだけでも後に出てほしかったと思う。本当に熱愛が事実であれば、子供でもないしちゃんと明かしていたのに、このようにドラマに影響を及ぼして、本当に申し訳なかった、とし。キム秘書がなぜそうか、の仲間たちに申し訳ない気持ちを表した。また、今後万が一、作品をしながら相手俳優と熱愛説が浮上した場合、本当に事実な、が認めるか、という質問には、もし事実なら、認める、とはっきりと答えた。写真イコールオーセン DB パクミニョンは、実は、ここまで細かく説明することは大変な決断だった。私はこのように細かく説明する性格ではないけど、関心を持っている方が多くて解決しなきゃと思った。芸能人は普通、意思があって公開する以外は、本当の彼氏、彼女がいても写真を掲載しない。
全然後を残さない。私たちの写真を継ぎはぎして掲載されたのを見て、これは本当によく知っている人が作ったものではない、と思った。実はドラマに対して話したいのに、この短時間で、熱愛説にこうやって時間を割くのが悔しい。もっと正直に言うと、俳優としてパクソジュンさんを褒めたいのに、熱愛説に注目が集まって、できない。そういうものが一つずつ積み重なって、悔しい部分が大きくなっている。私たちの努力より熱愛説に話題が行ってしまい、残念で悔しいとしか言えない、と打ち明けた。このようにパクソジュンとの熱愛説を強く否定し、残念な気持ちを表したパクミニョン。最後に彼女は自身のキャスティングがパクソジュンによるものだという噂に対して、誰かを勧めることはできても、それを決定するというのは幹部じゃなければできない。パク・ジュンファ監督は非常にスマートで、自身の作品を自分の子供のように考えている方だ。実際にそういった点に感動して、キム秘書がなぜそうか、にぜひ出演したいと思った。しかし、そんなデマが出るのは監督にも失礼になってしまう。キャラクター一つ一つをたくさん研究した方なのに、誰かの圧力によってキャスティングしたというデマそのもので、監督のプライドを傷つけてしまう。私はいつも正直に自分の道を歩んできたつもりなのに、これは本当にいけないと思う、と悔しさを吐露し、熱愛説の後、パクソジュンに会ったか、という質問には、熱愛説が出た後はパクソジュンさんに会っていない、と答えた。パクソジュンとパクミニョンは、キム秘書がなぜそうか、が放送つい、表した翌日、3年間秘密裏に恋愛をしてきたという疑いを持たれた。これに対して双方の事務所は、パクソジュンとパクミニョンが熱愛中だというのは事実無根だ。以前から親交があったし、作品をしながらさらに仲良くなっただけ、と明らかにし、二人の熱愛説はハプニングで終わった。パクソジュン、パクミニョンとの熱愛ハプニングに言及、交換は、パクソジ。パクミニョン、ドラマ共演の二人に突然の熱愛報道、双方の事務所が即否定。